もう皆さんは結構必要な技術も分かってるし、で僕の目線から見ればですよ、そういうことをやっていくために必要な技術ももう分かってくれてるし、それから、こういう問題どうするというのも今日も扱いますけど、だんだんこのコーチとしての脳みそもできてきてると。でその時になんですよ。だからこそ、もっとベーシックなところに一回戻ります。でコーチとしての原点は何かって言ったら、とにかくいつでもいつでもですよ、その相手のことを主人公として、で対等な存在、横の関係としてやっぱり扱えるっていうことです。であなたが相手に対して指導しようとすると、ね、要は縦の関係とこう横の関係があるんですけど、縦の関係には2種類あります。で、それは、男性的、だから父親的な縦の関係と、女性的、母親的な縦の関係があると分かりやすく表現をしてます。で、男性的な父親的な縦の関係って何かっていうと、もうこいつはダメだし間違ってるから指導してやろうと、正してやろうと、正しい考えを教えてやろう、正しい行動を教えてやろうっていうタイプの縦の関係です。でこれのことを縦の関係だと思う人が非常に多いです。でなんだけど、もう一個女性的な縦の関係もあります。それはこの子はかわいそうだから、私が何とかしてあげなきゃと、過保護ですよね過保護な状態で、だから自立させないんですよね。で私が何とかしてあげなきゃ、でどんどんその人の課題を取ってしまう、フォローしちゃう、カバーしちゃう、で先回りしちゃう、でそういうのもあります。でも実はそれは横の関係では全然なくて、縦の関係なわけです。で別に父親母親がそうだっていうんじゃなくて、その悪い風に出ちゃうとね、父親的なエネルギーが悪い風に出ちゃうと、とにかく指導しよう、正そうになるし、母親的なエネルギーが変な形で出ちゃうと、とにかく守ってあげようから、過保護に先回りしちゃうっていうパターンがこう生まれるわけです。でこれのどっちもが招く可能性があるのが依存と反発なんです。想像がつきますよね。父親的に来られると、もうとにかく言うこと聞くしかないから、はいはい分かりました、よろしくお願いします、言うこと聞きますので指示与えてくださいって依存が発生することもあれば、ふざけんなって反発することもあるわけです。で母親的な形で来られて、あもうじゃあお願いします、助けてください、僕赤ちゃんなんですってなる依存も起これば、もういい加減にしろ、大人なんだからふざけんなって、自分でできるから、いやいやあなたのこと心配だからちょっと待って、これ反発が起こるパターンですよね。でどっちも縦の関係だと依存か反発が起こる可能性があります。で依存反発が良くないというよりかは、その依存反発するような可能性のある人間関係を我々が取りたいのかっていうことね。で取りたくないじゃないですか。だってみんなが人生の主人公として自立してこう生きていくだし、ね、みんなが現状100点で未来無限大で、なんか年取ってるから偉いとか、知識があるから偉いとか、社会的になんか地位があるから偉いとか、経験があるから偉い、そうじゃないんだっていうのが我々の考え方ですよね。誰もが誰かから学べるし、一緒に協力できるしっていうところで、みんながその世代を超え、で文化的な背景を超え、持ってるものを超え、で何かお互い協力し合うとか貢献し合うがいいという世界観に基づいてるんだとしたら、やっぱりこれは変なんですよね。でだからやっぱり私たちが少しずつですよ。で普段はというか、やっぱりこの考え方は突飛な考え方で、普通に我々が生きてきた環境は縦の環境じゃないですか。指導してもらえるし、守ってもらえるし、それに対して依存するとか反発するとかもあって、でだんだんそういうのをくぐり抜けて、ラッキーな人はこう自立していくかもしれないけどっていう感じじゃないですか。でだから我々の中にも縦のパターンが染み付いてて、私もそうなんですよ。すぐダメ出しするし、すぐ怒鳴るし、すぐ切れるし、すぐ甘えるし、だからほっとくとこれになっちゃうんですよ。でもそのコーチングの関係の中では、やっぱり違う関係性を取りたいなと思って、すごく愛情を注ぐ時もあるし、すごくそのなんていうのかな、この決然とというかね、きっぱりとした関わりをすることもありますけど、それのことをちなみになんですけど、アドラー派ではウォーム&ファームっていうんですけど、すごくあったかい部分とファーム、なんでしょうね、そのきっぱりしたとか決然としたとか、そういう部分とやっぱり両方持って関わることが大切だと言いますけど、それが横の関係なんですよね。要は横の関係だったら、相手に対してすごく温かい愛情も注ぐけれども、これはあなたの課題だから頑張ろうねとか、ちゃんと向き合おうねとか、私はそこは手出せませんよとかっていう、きっぱりとした部分もある。でそれが横の関係であろうということです。だからなんかそういうふうにだんだんとね、自分がその横の関係を発動する脳みそになってくる、神経パターンになってくるとかね、コミュニケーションパターンが自然なものとして勝手に出てきちゃうっていうところに、やっぱり自分をしていきたいなということなんです。で
まあ、これが1個ね。でそれどうしたらいいかって言ったら、とにかくいつもその人のタイムラインっていうのを想像して、でその人に対して共感的でありたい。共感っていうのは自分のその人と同じ目で見て、その人生をね、その人と同じ耳で聞いて、そしてその人と同じ体で感じようっていうことですね。今ここにね、例えば目の前にレイちゃんがいますけども、で、分かりませんよ、私はどんな人生生きてきたかね。でもきっといろいろあったんだろうなと。そして今こうやってコーチングを学びながら一生懸命このメモを取って話を聞いてくれてるっていう彼女と、やっぱり同じ目で同じ耳で同じ体で彼女の人生を例えば生きてみたいなと。そしてこの先どんな可能性を感じてるのか、他にもどんな可能性が本当あるのかなっていうのを彼女と同じ目線でこう感じてみたいなっていうことですよ。できっと私とは全然違う人生を生きてきたんだろうなと。でその人生のことが知りたいなと思うことだし、できっとね、何かそこに、素晴らしいものがあるんだろうと。だからとりあえず自分のことを置いといて知りたいなっていう目線で一緒にいるっていうことです。でそれを続けてたら横の関係にならざるを得ないんですよ。自分と全然違う人生で、でその人だけが持ってるリソースとか、その人だけが持ってる可能性があるわけ。これ年齢とか全然関係ないんです。で相手がどんな子供であっても、この子はどんな世界生きてるんだろうとか、どんな夢を持ってるんだろうとか、どんな可能性開いていくんだろうと思って見てるってことですよね。なんか認知症とかになっちゃってるおじいちゃんとかおばあちゃんとかでも、どんな人生生きてたんだろうとか、今どんな状態にいるんだろうとか、でこの人の今、なんかそれこそマリちゃんがこの間話してくれたことじゃないけど、幸せな瞬間ってどんな瞬間なんだろうとか、でこの人の本当に心の奥底にある願いって何なんだろうかとか、でそれがこう花開いた時に周りの人がどんなふうに幸せになるんだろうかとかっていうことに単純に興味があるんですよ。だから誰が来たとしても、そういうふうに見てたら結局横の関係しか取れないんですよ。でだからそういうふうに見る練習をしてたら、自然とどっちが上とか下とか、助けるとか助けられるとか、指導するとかされるとかっていうことを超えて、お互いに学び合い刺激し合うっていうところにこう行くんじゃないかっていうことね。でそういう訓練をやっぱり自分の中でしていくっていうことですよ。でそれをぜひぜひしていただきたいなと。そしてそのプロセスを通じて、もう一個その学びたいのがね、無知の知ってやつですよね。私は何も知らないということを知っているということです。で無知であるということを知っているということね。で要は知らないということを知っているということですよ、単純に。でやっぱ私たちは分かった気になります。人生ってこんなもんだとか、なんとかってこんなもんだとか、こうだ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 ってね、言うんですよ。でいやこれね、なんか誰か特定の誰かを批判するわけじゃないんだけど、分かりますね。なんか高血圧になったって言ったら、いろんな人がメッセージくれるのね。でいろんなこと言ってくるわけ。こうこうこうだから、こうした方がいいとか、これをやめた方がいいとか、嘘こけって話なんですよ。だお前俺の血圧の数値も知らないだろうし、別に俺がどういうことやってどうなってるかなんて知らないんだと。それ医者だって知らないから検査するって言ってるんだって、なんでお前がこうしろとかこうするんだとかって言えるんだと。言えるわけがないんですよ。でもやっぱり人間ってそうなっちゃうじゃないですか。自分がちょっと経験があったりとか知識があったりすると、良かれと思ってですよ、良かれと思って言うわけです。で本当にね、我々は自分のことも知らないし、世の中のことも知らないし、ましてや人のことなんか知らないですよ。いやコーチングやってると分かりますよ。30年40年ね、連れ添ってきた奥さんのね、ポジションチェンジしてみてね、もうがっくりする旦那さんとかいるんだよね。うわ俺何にも妻のこと分かってなかったつああって、30年40年何やってきたんだろうってなる瞬間がいっぱいあるんですよ。でなんか子供のためを思ってすごく頑張ってきたお母さんとかがね、なんか子供のこと分かんなくなってつって、なんか一緒に話しててポジションチェンジして、もう私何やってきたんだろうって、何にも分かってなかったって、こんなに考えてきたのにってなる瞬間山ほどあるんですよ。で別にそれはその人たちがバカなわけじゃなくって、普通に怒ってるじゃん。我々だって分かんないんだもん。どっかで自分の本当の気持ちに気がついたり、誰かの本当の気持ちに気がついた気持ちなんてするじゃないですか。でそういうもんなんですよ。だから我々はとにかく知らないんだっていうことを徹底させる。でこのことね、横の関係で相手に敬意を持って関わるっていうのと、とにかく知ったふりをせずに、単純に何がその人に起こってるんだろう、本当に何を望んでるんだろうを知らないからこそ知りたいんだと。平本さんってね、結構ね空気読めない発言すんな、あの人で
なんでこんなに人のことをなんかイラッとさせて平気なんだろうというようなことたまに言ってくるのよ。で、悪意はないので、平本さんのね言い訳はというか説明はね、いや大丈夫、そうなんですよ、私のことをなんかすごく立場力があって何でも分かってる人間だと思わないでくださいと、私はとにかく察しが悪い人間なんですって言うんですよ。で、子供の頃から察しが悪くて空気が読めない人間でしたと、だから散々苦労しましたと。で、苦労したからこそ、もう人一倍苦労したからこそ、なんか人の気持ちを自分がどれだけ分からないかが分かってるからとにかく推測しようと頑張ってるんですと。で、そのことでコーチングができるようになったって話で、そもそも察しが悪いんで、まあ90何パーセントかは改善してきたかもしれないけど、劇的に察しが悪いところがあるんで、本当に失礼なこと言ったらごめんなさいっていつも言われてるんですよ。で、何年も付き合ってるとたまに本当に失礼なこと言われたりとかってするんだけど、その度にあ、この人本当に察しが悪いんだなと思って、で、あ、そうかと、劣等感の乗り越えですから、アドラーというところで、ね、劣等感ってのは別に悪いもんじゃなくて、それがあって、それをやっぱ乗り越えようと思うと変わってくるんですよ。大地さん噛みませんよねって言われるわけ、うわーって喋っててね、全く噛みませんよねって言われるんですけど、そうなんですよ、私めっちゃ噛む子でしたからね、昔は。めっちゃ噛むというかは、そもそも滑舌が悪すぎて、話がこう聞き取ってもらえない子だったんです。前も言いましたけど、ベロが短くてね、返してるじゃないですか、私未だに。で、生まれた時にここはハサミでお医者さんが切ってくれたらしいんですけど、まあ、もっと切れよかったのかどうか分かんないけど、中途半端で滑舌がもう鬼悪い。だから友達とは話せても、親とは話せても、それ以外の大人とは話せない子だったんですよね。話しても通じないから、でものすごいコンプレックス持ってて、で通じない子だったんですね。でだからこそなんかこう自分の話を聞き取ってもらえないことに対する猛烈な情熱があって、で一人でなんか喋る練習とかっていうのをずっと続けてたわけです。でどこまで喋れるようになってももう満足しないんですよ、自分の中で。でだから別にこれぐらいだったら及第点じゃんっていうところを超えて、なんかすげえ一人でもっと滑舌よくとか誰にでも分かるようにっていうことの努力を続けてたら、人に比べて噛みにくくなりましたと、こういう話で、だからですよ、ちょっと余談で脱線しましたけど、そういうことも起こるんです。で、もしかしたら皆さんは察しが良すぎるかもしれないから、だからね、なんかすぐに分かった気持ちになっちゃうかもしれないけど、実は分かった気持ちってすごい辛いね、コーチングをこう邪魔してしまうことがある。だからそのことを忘れないでくださいね。技術がね上に乗っかってくれば来るほど土台をしっかりと固めておかないと技術に振り回されるようになります。で、だから本当に横の関係で見るっていうことと、それから本当に自分が分かってないっていうことを何度も何度も繰り返し戻ってくるっていうことを大切にしてくださいね。